右腕と肋骨が数本いってる程度だ。やつは強すぎる。待てカカシ、まだ体術がダメと決めつけるのは早い。しかし俺たちの青春はまだ色褪せちゃいない。確かに望むことが全てできるわけじゃない。しかしやるべきことはいつも望んでからでなければ始まらん。お前まさか。この葉の青き猛獣は終わり、赤き猛獣となる時が来たようだ。まさか最後の指紋を。ガイ、それはダメだよ。よく考えるんだ。ガイ先生、ガイ先生にとって今が本当にその時なのですか。リー、そんな顔するな。今度はお前が笑ってみていろ。たとえ忍術や現実は使えなくても立派な忍者になれることを証明したいですってな。だからお前も自分の道を信じて突っ走ればいい。俺が笑って見てられるぐらいの強い男になれ。チャクラが指紋の点結に向かっているな。第八指紋解三分光の陣。自分の大切なものを死んでも守り抜くとき。赤い蒸気、八門全開寺特有の血の蒸気というやつか。確かにそうだ。だがただ朽ちて落ちるわけではない。それは新たな青葉の養分となるのだ。なるほど、とてつもない痛みだ。だがもう慣れた。次こそ連続、隙は与えない。空気を殴りつけぶつけてくる体術技か。いわゆる空気砲。何よりそれを作り出す拳に直接やられるのは避けた方がいいだろう。やったか。呪文炭鉱の陣とやり合うのはマネだ。せっかくだ、相手をしてやる。空中を蹴り上がってくるとは。リー、お前悲しくなんかありません。俺たちはガイのサポートだ。聞いてくれ先生。やつのあの黒い武器が厄介ですが、ちゃんと存在し目視して終えるなら君のカムイも通じるということ。そしてマダラから離してしまえばコントロールを失わせられる。ガーラ君、砂を準備してくれる？俺の砂でカカシを上空へってことだろうが、俺の砂のスピードではやつの攻撃の的になるぞ。はい、リー君、君も八門を。僕は六門までしか開けません。いや、それでいいんだよ、リーク。一射か。やはり早い。三射、四射か。柱間以来だ、このワクワクは。まだ踊れるだろう。さらに別の技はないのか。もっと楽しませてくれ。
カイ先生！あれでもダメなのか。もっと踊れ！もう、やないしかない。石あの構え、石像じゃない！まさか、あれ以上の技があるというのか。ガリ。あ、はじめまして。うちの子がこれからアカデミーでお世話になります。父さん。仲良くしてやってくださいね。いや、それは無理ですな。そこ笑うとこなの？こら、カカシ、失礼だぞ。父さんの方がもう失礼かましちゃってるでしょ。と、そろそろ行かないと時間に遅れちゃうよ、父さん。ああ。では。カカシ。アカデミー入学が決まったからってうかうかしてられないよ。え？このまま行くとあの子はお前より強くなる。あいつが？おいお前、名前は？ナイトガイ！本当に父さんの言った通りだったよ。このチャクラ認めてやる。マダラがお前を最強と呼んでやる。ヒロヤガイ。死ぬところだったぜ、こやつめ。俺が殺してやる。グドウ玉を蹴るだと？オビトのやつが。ようやく体が温まってきたぜ。